はい、こんにちは、ダイです。ちょっと今日はこちらのため池に来てみたんですが、ため池っていうか、なんか結構園庭が結構高くて結構深そうな感じの池です。で、初場所ですね。で、一応なんか釣り糸とか引っかかってるんで、多分バスはいるんかなと思われますが、まあなんせちょっと季節的にもちょっとバスがいるかどうかの確認が、まあ、調査が結構しづらい季節でもあるんですが、まあちょっといきなりちょっとスピンニングやっていきます。はい、ちょっとホバストからちょっとやってみます。レイドジャパンのフィッシュローラー31に多分03ぐらいをネイルシンカー入れてます。タックルがリベリオンの641UL ヘウスに20ルビアス FCLT2500S これでやっていきます。ちょっとどれぐらい深いんかちょっと見たかったので、ディーパーをかけようと思ったんですけど、まあ、かなり電波が悪いんで多分無理と思ってちょっとディーパーは断念しました。普通に深そうですこの池。あれ、でけえ錦鯉が泳いでるわ。結構表層。Thank you.
はい、ちょっと水泳授業やります。ダイワのラピッツスイマー8分の5オンスにスティーズのスティーあダイワのスティーズスターリングシャット 5.1 インチで、今回はちょっと黒でやってみます。
you